マッシュー・ディビット・ルイスは、イギリスの俳優。西オークシャーアリーズ出身。映画、ハリー・ポッターシリーズのネビル・ロング・ボートム役として知られる。身長183センチメートル。相性はマット。アンドリア・ルイスとリンダ・ルイス夫妻の間に三男として生まれた。兄のクリスは、テレビディレクター、アンソニーは俳優である。子役をしていたアンソニーのオーディションに、 母と一緒について行き、そこで兄のエージェントから声をかけられたのが俳優になるきっかけであった。1995年、テレビドラマサムカインドオブライフで子役としてデビュー。5歳からイギリスのテレビ CM やドラマに出演し、地元リーズのスカーラパフォーミングアーツスクールで演技の勉強をしていた。2001年、映画ハリー・ポッターと賢者の石に、 ネビルロングボトム役で出演。一役知名度を上げた。オーディションでは、最初のオーディションから2ヶ月以上大沙汰がなく、諦めていた頃に、クリス・コロンバス監督に呼ばれて、監督の前でネビルを演じ、その数日後、正式にネビル役に決定となった。決定の連絡を受けたルイスは、遊んでいたゲームのコントローラーを放り投げ、ソファを飛び跳ね、クッションを投げて喜んだという。 2003年のルイスシリーズ一作目、ケンチャの石では、ネビルのイメージ同様にぽっちゃりとした体型であったが、年齢が上がるとともにスリムになったため、口の中に綿を入れたり、ファットスーツを着て入れ歯をするといった工夫をして、シリーズ最終作まで出演した。同シリーズに出演し、ベテラン俳優たちからは、多くのことを学んだと、インタビューで答えている。特に、 ジェイソン・アイザックスとアラン・リックマンからは、俳優としてのテクニックを教えてもらったり、今後についてのアドバイスをしてもらい、本当にためになったと語っている。シリーズ第5作、ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団の撮影中には、ベラトリックスレストレンジの杖を、ネビルの耳に突き入れるシーンで、ベラトリックスを演じたヘレナ・ボナム・カーターの演技が入りすぎ、 ルイスの耳の鼓膜が破裂するというアクシデントが発生した。2011年のルイス2011年、アガサクリスティの氷結で舞台デビュー。以降は映画、テレビドラマ、舞台に出演するなどして活動の場を広げている。スーパーリーグのチーム、ディーズ・ライノスの熱心なファンである。ハリー・ポッターシリーズで共演したアルフレッド・イーノック、オリバー・フェルプス、ジェームズ・フェルプス、 トム・フェルトン、ジェイミー・キャンベル・バワーと仲がいい。2018年5月28日に、アンジェラ・ジョーンズと結婚。二人は2016年1月、アメリカ合衆国、フロリダ州にある、ユニバーサル・スタジオのユニバーサル・パークスリゾーツ内にある、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの、ウィザーリング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターで行われた、イベント、セレブレーション・オブ・ハリー・ポッターで知り合い。 ジョーンズは同イベントのプランナーを務めていた。その後交際に発展し、2016年11月に婚約が報じられていた。ありがとうございます。